皆さんこんにちは、役所広司です。今回ドリームジャンボ宝くじの CM から私の娘役で新キャストが出演します。侍の娘を演じます俊海優です。侍に会えてとっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。新メンバーも加わり、これからどんどん盛り上げていくジャンボ宝くじをどうぞご期待ください。それではドリームジャンボ宝くじの CM ご覧ください。どうぞ。5億当てて城を建てる夢を叶えるぞ。父上。落ちようか。父上。落ちろ。なんだこれ。ドリームジャンボ5億円4月4日から。落ちるに気安く振り売れない。父上。いいタックル持ってますね。ミニゲームやりません。ミニ。たくさん当たるドリームジャンボミニ。父上。4月4日から。よろしくお願いします。じゃあありがとうございます。お願いします。さっさーゆっくり入ってもらおう。はい、よーはい。いやちょっとどうだ嘘あ、どうしよう、押しちゃう、私で押しちゃう。よーはい。父上。お、落ちるか。ありがとう。ありがとう。みんな結構素通りが面白い。シュール。はい。父上。落ちよ。うちの娘、いい着物着すぎてんね。そうなんですよね。お父さんとの差がすごい。よーし。はい。赤と違う。よーはい。なんじゃこれ。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。まあ笠原道連のね、僕は貧乏してると思ったけど、綺麗な着物を着てきて現れてきてくれたので、眩しいほどの自慢の娘でした。役者さんとこ新川さんというのは今回初共演になるわけです。そうですね、はい、そうですね。そうですか。実際その共演されてみて新川さんの印象というのはいかがでした？美しいですよ。まああんまり撮影中はね、ね、はい、お顔をずっと見てる時間はないんですけど、ほとんど僕の方見てくれないから。そうです。設定がそうなんです。そうそうそう。はい、ですけど、まあでもね、着物も似合うし。ね、本当はボロボロの着物着たら僕が宝くじで当てて綺麗な着物をプレゼントするっていうねストーリーがシーンができたんですけど。やっぱりびっくりしましたし、去年もずっとこう侍の姿をテレビで見ていたので、こうして間近でお会いできるのもとても嬉しかったですね。この侍のシリーズの CM っていうのは、新川さんご自身どうご覧になってましたか？やっぱり毎回その宝くじによってストーリーがあるので、次はどんなストーリーなんだろう、侍は次どうなるんだろうっていうのがいつも楽しみだったので、そこに加われるっていうのがなんかもうそれがまさに夢のような体験というか経験をさせていただけてるなと思います。
今回侍やりすぎだろうと思った。そんなことないですけど。まあドリームジャンボ宝くじの CM 新キャラクターとして入った娘役ってことに関してはいかがでした？それもまたびっくりしましたね。娘役で娘も現代来ちゃったからこれからどうなっていくのかなっていう。私も今日撮影をしていて、で後半になるにつれて次侍と娘どうなるのかなっていう気持ちがあったので、きっとこう放送というか始まって見てくださる方も同じ気持ちになってくれるんじゃないかなと思ってます。あの今回吉野さんと初共演ということで、はいはい、印象はいかがでしょうか？あの私はもう 大先輩大先輩というか、あの小さい時からずっと見ていた方だったので、すごくやっぱ正直緊張が、最初こうグラフィック撮影でお会いさせていただいたんですけど、その時もすごく緊張したんですけども、でもこういう機会をいただいたので吸収できることはたくさん吸収したいなと思って、今日はずっと父上を見てました。撮影中ずっと考えてたんですけど、あの家族と住める家を建てたいなと思います。なんかこうありきたりなのかわからないですけど、家族仲良くてこう頻繁に実家にも今も帰っているの で実家には犬もいるから庭があったりとか、なんか広いこう走り回れるようなところのあるお家を立ててあげたいなと思います。ね、ラグビーはもう僕はもう大好きです、うん、あの競技場にも見に行ったことありますし、まあ、テレビでもよく見ますし、うん、ワールドカップも見てますし、経験は高校の時にはそのクラス対抗でラグビーの試合やった時に僕たちは優勝しました。すごい、はい、僕はスタンドオフをやりましたけど、はい、そうですか。これラグビーの魅力っていうのはどんなところですか？そうですね、まあ、戦みたいなもんですよね。今ラグビー選手たちを見るとなんか今現代にこんな若者たちがいるんだってやっぱ感動しますよね。あんな筋肉の塊みたいな人でもぶつかったりも痛いだろうけども、なんかもう何でしょう、戦うためにこうね、痛みも忘れて仲間のために戦ってる感じがものすごいやっぱりこう感動的です。はい、あの守ってくれそうな感じだったり、こうそれこそ本当精神的にもドンって飛び込んでも受け止めてくれそうな懐の深さがあるのかなって勝手に想像しちゃってましたね。